皆様お待たせしました。お久しぶりの動画更新です。先日そら豆を大量にいただいたんです。そら豆はまとめて塩茹でしてから冷凍すると長持ちして使いやすい。今日はその冷凍ストックを使ってスープを作りました。最近暑くなってきたので冷製で涼やかにいただきます。今日のレシピはそら豆と豆乳の冷製スープです。どうぞ最後までご覧ください。まずは今日使う材料を紹介していきます。塩茹でした冷凍そら豆さん 50g。 生のそら豆を使う際は事前に塩茹でしてください。無調整豆乳 200ml、 小さい容器丸々1パックです。砂糖大さじ1/2。今回はグラニュー糖を使ってますが、もちろん上白糖でも OK。 塩麹大さじ1/2。固形コンソメ1/2。使うときに割ろうと思います。さて、材料が出揃いました。動画の最後に一覧リストを用意しています。それでは調理開始です。まずそら豆をレンチンで解凍します。生そら豆の場合は塩茹でをしてください。熱々なので少し置いて粗熱を取ります。その間にスープの準備をしていきます。鍋に豆乳を入れます。そのまま調味料もすべて入れちゃいます。すべて入れたら弱火にかけます。沸騰しないよう注意してください。さて、そうしている間にそら豆が冷めました。今回は身だけ使いたいので薄皮を剥いていきます。薄皮は栄養価が高いので、煮合わせなどの時にはそのまま食べた方がいいです。でも鮮度が落ちたものは食感が悪かったりするので、その時々で判断すればいいのかなと思います。2つは飾り用として皮をそのままにしました。剥いたものはこちら。形が崩れちゃってますが裏ごしするので大丈夫。そうこうしている間にスープが温まってきました。沸騰しそうならばここで火を止めてください。今回はまだ大丈夫そうなのでそのまま進めていきます。先ほど皮を剥いたそら豆さんを裏ごししながら入れていきます。ちなみに鍋とザルの大きさは合わせた方がいいです。この大きさの比率だとこぼれる率が高い。そら豆が入ったら全体を軽く混ぜ合わせます。混ぜたら火から下ろして粗熱を取りましょう。粗熱が取れたらスープをこします。
このひと手間で滑らかになり、格段に美味しくなります。あとはラップをして冷蔵庫で1時間以上冷やしたら完成です。蒸し暑い梅雨の時期、ひんやり優しいスープはいかがですか？最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方、作ってみたいと思った方は高評価をいただけると励みになります。若葉キッチンでは簡単にできる自炊をテーマにした動画を日々上げていますので、よかったらチャンネル登録、通知ボタンも押していただけると嬉しいです。ご意見ご要望も待ってます。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。